そうだね。研究対象としてなら興味はあるけど、データでは161センチだけど、僕の目測だと100、明日だっていうのに、どうすれば勝てるの？信じる。僕には、わからないんだ。レオニーばっかずるい。俺だってちっちゃい先生と話したいのに。俺は、リヒト・フォン・グランツラ、あ、フルで言うと長いから、リヒトでいっか。気軽にリヒって呼んで。彼に、プリズムショーを見せてきてほしいんだ。僕のお願い、叶えてくれたみたいだね。行くよ。指先には力を入れず、腕はいつもより強く振る。点差は2点、早く点取って追いついてやらないとな、シンジ。こうして君のチームと戦えて嬉しいよ。よろしくね。考えるのは悪いことじゃないさ。チームのみんなも君と同じようにいろいろと考えてる。だから君は一人じゃない。水無月瑠衣、よろしく。今は言わない、恥ずかしいから。でも言えるようになったら一君に一番最初に言う。僕の夢。みんなで力を合わせたら奇跡だって起こせるよね。犯罪都市米花町に降り立つ、見た目は全身黒タイツの主人公。その名は犯人の半沢さん。みんなに見られている気がする。呪いってこれか。おしゃれなあまり注目を浴びてしまう。ありがとう、通りすがりのかっこいい人。